高知市の土佐女子中学高校が自転車交通安全モデル校に新たに指定され、昨日生徒たちが沿道でヘルメット着用を呼びかけました。昨日の指定式には生徒会のメンバーが参加し、高知警察署の川村剛署長から浜田美穂校長に指定書が手渡されました。自転車交通安全モデル校は学校全体で交通ルールを守る取り組みを推進してもらおうと警察署が指定するもので、私立の学校では土佐女子中学高校が初めてです。生徒たちは早速学校前の交差点で自転車の利用者にチラシを渡しながらヘルメットの着用を呼びかけていました。やっぱりチラシを配ったので、やっぱり友達とも話してほしいし、恥ずかしいっていう方もいると思うんですけど、命のことの方が大事なので、そういうことを、はい、もっと広めてほしいなと思います。ヘルメットの着用をお願いします。土佐女子中学高校では今後も啓発活動を行っていく予定です。